ビルヘルム・モリッツ、エゴン・フライヘル・フォン・ガイルは、ドイツの政治家。ドイツ国家人民党所属で、パーペン内閣で、内務大臣を務めた。ドイツ帝国両方プロイセン王国東プロイセン州、ケーニヒスベルクに生まれた。高校卒業後は法学を専攻した。1901年、サクソニア・ゲッティンゲン軍団に所属したし、1906年には、ボルジニア・ボン軍団に所属した。 1909年には、東プロイセンの入植協会である、アストプルーシシャランドガセイシャフトの理事に就任した。第一次世界大戦が勃発すると、ドイツ陸軍の将校として従軍し、鉄十字勲章を受章したが、すぐにオーバーオストに参加した。1918年9月1日には、リトアニアのカウナスの総督に就任した。1919年には、 パリ講和会議のバイマル共和制代表団の一員となり、1920年には東プロイセンの住民投票を通じてオルシティンのドイツ総監となった。ゲールは1921年から1933年までプロイセン衆議会議員であり、1921年から1932年までは上院で東プロイセンの全権者を務めた。 1929年から1933年までは、東プロイセン収集議会の議員を務めた。1925年から1932年には、内地植民地下省令協会の会長を務め、1932年には、青年体力委員会の会長に就任した。1932年6月1日、フランツ・フォン・パーペンが首相に就任し、ゲールは、 内務大臣に就任した。また、国家放送協会の会長でもあり、ファシズムを先取りした。すなわち、プロパガンダの道具として、ラジオを考慮するために、ラジオ放送局に要求を行った。また、ゲールは反ユダヤ主義者であり、ナチスが政権を掌握する3ヶ月前、ドイツの内務大臣として、非課法の行政面を強化した。この規定により、ユダヤ人移民、 特に東欧からの移民が決闘を隠すことを不可能にしようとした。ゲールは1932年6月のプロイセンクーデターの発起人であり、プロイセンの社会民主党政権に反対していた。しかし、ナチスとの協力には強く反対していた。その代わりに、カール・シュミットの例外状態を支持していた。1932年7月18日、暴動のためゲールは、 野外での会合の禁止令を出した。しかし、このデモの禁止は、フランケン地方中部のファシストによって無視された。パーペン首相が1932年11月17日に辞任した後、12月3日のクルトフォンシュライヒャーの首相任命で役職を失った。第二次世界大戦終戦後間もなく、ポツダムで死去した。ありがとうございます。